さて、はい、あれですか、他にかかる先生とかいらっしゃるんですか、その立ってられないの。これまたオズマ、これまたオズマ寝てたのかな、オズマ君の座り、これひどいんで、なんかね、うん、寝てるとこ無理やり起こし、そうそう、ね、起こして取ったって辛そうだもんね、うん、立って立ってられない病、朝、うん、当たり前だ、立ってられない眠いじゃん、どこのどちらの病か、立ってられない病、立られないのが不機嫌になる、はい、坂の上病院にちょっと坂の上病院ってどうなんだろうな、ひどいな、うん、毎回毎回さ、この撮影とかさ、うん、ダニエス・ベイ・スガモ店とかさ、うん、もうバカなことばっかり考えてるんですよ、本当にこの中に本名がね、いるんですよ、まあそう聞かない、まあ、この中に本名がいて、死んだイゴク TV ね、うん、あもう、まあ、AD の仕事は大変だってことがよくわかる映像になってるかな、これこれ面白かったでしょ、これね、うん、これね、僕も結構大好きな回なんですけど、うんうん、頑張ればクリアできるっていうかね、うん、一生懸命やればできるみたいなね、では本日のこれでも結構やってる時本当に真剣に考えたよね、考えた考えた、自己紹介をどうぞ、イエーイボンデイエーイ、この時まだよく分かってなかった、うん、何をやるのか何をやるのかよく分かってなかった絶対勢いよくやってるだけなんだけど、早速ですけども、今回クイズをやりますしか聞かされなかった、あんま聞かされてなかった、急にやるの毎回この企画、この企画っていうかこの番組はね、うん、あんまり聞かされないからね、大体ね、うん、教えてくんないと、ね、でこう来ると、まあ、今回はこういうことがあって、うん、ちょっと騙されるっていうんですよね、そうそう、対決ではありません、うん、で、協力していただいて、お一人ずつ、順番にこちらのポーズが、ルールなかなかよくできててさ、よくできてたね、これみんなでもっとやると面白そうだね、うん、合計得点が100点に達すると、ね、いや企画は毎回ね、うん、よく、うん、広がる企画が多いよね、次こうしよう、ああしようとかね、360が正直そう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 出てますねいつもこう見せられるだけっていう展開がね、なんか絶対中身入ってないと思うんだよね見たことないもん、そうそうそう、もらった軽いなこれみたいな、ね、ないんだよ、うん、あ、これすみません、ポッドキャスト、ファミツウェブ DVD の宣伝のポッドキャストを、うん、僕と同期で、うん、ポルノ鈴木っていう、ね、うん、ライターがいるんですけど、うん、そいつと僕とで毎回やってる、ポルノさんってさ、うん、DVD この別の僕らがやってるやつで、うん、とかいろいろやったりとかしてるじゃん、うん、レポートとか、うん、やってる、だいたい悪そうな人だよ、もう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 思った通りの、坊さんが思った通りの、本当にこの人は悪そうな人だね、うん、すげえいいやつですよ、うん、今度ちょっと絡んでください、そうだね、お願いします前だからさっき言ってたさ、うん、前回内澤さんと対局にいる、対局にいる、対局にはいる、悪いやつだな、そうそうそう、こいつっていう、だからポルノ鈴木と一緒にいる時はなんか結構ちょっと悪い気分になる僕もなんか不良グループにいるみたいな、不良っぽいよね、そういう気にはさせてくれない、はい、これねこれね、相談ないよ、違うかこれブーだもんね、一回言っちゃったんで、じゃあ相談する、相談する、うん、そうなんだよ、うん、坊主さん結構意外と迂闊なんだよ、いやだってさこんなのさブーだったら何よみたいなさ、まあまあまあいいじゃん、こう口にバッテンつけて立ってんのかみたいな、マスクマスクしね、その時はそう、そういう気持ちだったんだよね、そうだね、本当、じゃあクリボー、クリボー正解です。もう久しく信久しぶりに信じてくれたっていうね。ピンチかと思って行くとキノピオだったとこあるじゃん。うん、もう全然だって俺が分かってなかった、分かる分かる、ほらほらほらこれこれでしょ、あ、キノピオかみたいな、キノピオ的じゃない、当たったな、当たった、俺だって本当に何言ってんだろうな、坊主さんと思ったからね、何のゲームなの、やってください、気になるんですけど、はい、墓場の5、はい、墓場の50とか何だったんだ、何だったんだろうね、今思うと本当その5点系から攻めていったのが失敗だったね、失敗だね、うん、はい、カプコンさん、はい、正解でーす、まあ、でもここで点を取っておくっていうのは、まあまあ、いい、てかおかしいと思わなかったの、この時点で問題、まあまあ、なんか簡単すぎるなとか、そうだ、まあ、点数がね、高くなってきたらどう難しくなってくんだろう、絶対わかんねえのが出てくるのかなと思って、なんでゲームやってると思ってんだよ
どうしようかな、まあ、でも次確かにこの時は調子に乗ってた、うん、すごい調子に意味がよく分からなくてね、何を させられようとしてるのか、ここからね、坊さんがねちょっと、はい、難しいのをね、20でね、20系を組んで、ね、ゼルダの伝説からの問題です。ゼルダの伝説の墓場地帯の右上画面、これでもこれいい顔すると思うんだよ、2人とも上から2番目、みんなやってんだよ、やってる、上か下から動かすと出てくる階段の、わかんだけど、墓石を動かすと、僕らゼルダ大好きだからね、うん、ボードゲームまでやってるからね、でもボードゲーム面白かった、分かるんだよ、ね、言われればすぐ分かるんだよ、何のことだか分かる、分かる、で出てきたタラララ言った言ったっていうね、そうそう、分かんだけど、残念、違うんですね、ここで初めてね、安心してください、じゃあって言われるんだよね、この企画はですね必ず正解するクイズです、これ面白いよね、このルール正解してやれば正解できるからね、そういうことで、だってドラクエの最後の敵だってさ、やってきゃできるんだもんね、40時間ぐらいやればね、何それ何それ何それ 何そのゲーム、え、これこれ、え、やるのやるのやるの、立川男子師匠見てるんだよやるんだよ、やるんだよ、部屋が用意してる、それだよマジで、何のそれ、いや好きなんだけどゼルダのことは、墓場のステージ、墓場やるとなるとね、これね1階のね打ち合わせスペースで別のところの部屋に行くんだけど、その間に会議やってたみたいな、会議やってんの、うるせえ、なんだ楽しそうな感じで、何やってんのって後日談なんだけど、そうそう、大騒ぎ、何の撮影してたの、それさ、だって墓場行くの結構かかる、辛くない、墓場はね、だって結構先の方だって印象があるもんね、大体1階内に100点を目指してください、今じゃあさ10点取ってますが、うん、結構ねこの時ね僕神がかってたんですよ、ルパンが偶然行っちゃったりとかするんだよね、そうそうそう、こういう時にあの才能発揮するあの全ての才能はそこで発揮するんだなんかラッキーでどんどん行っちゃうみたいな、なんかね神がかる瞬間があるんですよね、ここまで来れた理由見たみたいな、うん、マップってあるんだっけ、でもやりたいわ、ゼルダはいつ見てもそうね、この雰囲気最高だよね、最高だよね、こういう感じで楽しいもんがないんだよ、左だっけ、でもこれ2人がダメだったらそのやっちゃってるんだよね、普通にゲームでね楽しんじゃった、楽しんじゃった、遠回りなんじゃなかったっけ、あんま焦ってないもんね、いやマップとかねえの、そんでこれ自力、こっちの方だろ、自力か、無理だぞそれ、じゃあ頑張ってください、はいはい、覚えたちゃんと墓場の、左側の、あ、僕ほんとバカなんですよそれね、情報は入んないからね、情報は全く入らないですよ、ね、頭に一切入んないからね、本当に、いや迷いの森とかいうさ概念さ、うん、ゼルダで初めて知ったよね、ね、あのループするやつ、永遠にループするやつね、いやほんと泣いたもん、当時これ考えた人天才だよね、うん、本当にすごい泣いた、山本さんなのかな、迷いの森考えたの、あ、誰なんだろう ねこれ天才だよ、でも宮本さんは何かしら関わってるね、そうですね、すごい不安になるよ ね同じとこばっかこう行っちゃうとね、本当ゲームならではの怖さだもんね、覚えてないよ、覚えてないよ、本当のリアルの方でもこう迷ってる時って、あれ、うん、ここ来たの、ね、みたいな、見たことあるよな、時間ばっかさ、うん、こう過ぎてしてね、でもこれ突破しないと、すごい分かる、同じなんだもん、これ焦燥感っていうかすごいよね、うん、焦りでこれなんでか知らないけど偶然行けんだよねそう普通行けるわけないんだけどね、なんかこんな感じじゃない？そう、ここね、俺ここ髪が上がってるんですよ。なんでわかんない？こんな感じってどんな感じ？こう超能力なんだって。だから一回こう下行って右行って上行ってみたいな。で戻るみたいなのが結構多いんですよ、この手。あの記憶で。まあ、ゼルダが初代なんですけど。左に上行ったらいけないんだ。いけないんだ。左にこれで。あれおかしいぞ。まだ迷ってるね。出た、ここだ、出ねえや、違うんだよ、左下あるかな、下あると思うんだよな、俺、あ、じゃあ、で、下行ってすぐ上はないと思うんだよ、
うんうん、でもこれさ、実際にはさ、なんかヒントが、うん、いやヒントあるよ、ヒントあるよね、ヒントある言われないと無理だもんね、そうそう、何言って何やって、なんとかって俺らやばいぞってかね、すっごい嬉しかったもんだって、俺出た出た、言っちゃったみたいな、でここで僕バカなんですよ墓場の そこ覚えてないですか坊さん本気で怒ってるからねこれね一生懸命もうクリアしてんだからそこ覚えとく役なのこれね、うん、あんな時計だけ持っちゃってさ意味わかんないすごいね、ああしまったなと思ったバカだ なんか書いとけばよかったなと思った当たり前だよねえほら、うん、違うよほらお化け出てきてるし。なんつってた？聞いとけって大丈夫？僕私生活でもこんな感じなんですよ。やばいよ、バカな子だよ。本当にバカな子なんですよ、ね。プレイしてるよ、プレイ。隣じゃね、真面目な会議してるんですよ。そうそう。で、ボスさんがちょっとあの二声三声の先輩みたいな、じゃあお前聞いてこいよみたいな。じゃあちょっと行ってくるわみたいな、ね。聞いてこないと思う。うん、あ、目やっちゃった。おーやばい。お化け出てきた。ディレクター笑いすぎだよサンタ笑ってたね笑ってたよ人が苦しんでる超好きだもん問題聞いてきてもいいですかいいっすよハッと出さないと意味ないじゃんもうそれ意味ないじゃんあいけるんだよねやばいね僕らやばい使いこなせるならだって使いこなせるならってなんかないと無理なんじゃんこれでモテないんだよねモテないのモテないモテないから分かんないんだよね剣なんだ最初あ別に使えなくてもいいのかそうだね分かればいいんだよこのタイテムマジだもんこれマジマジあでもシルバーソードとかねそうだっけな何ソードか分かんないんだよねそうでもなんかそういうブロンズとかシルバーとかまあそれ系だろうみたいなねでも本当ゼルダはいろんなやつの基本が詰まってるね。そうだね。そうね。オリジナルだよねやっぱり。考えるもね。見たよ。見た。答え。はい。いいですか？お願いします。どうぞ。シルバーソード。ブブー。違うよ。なんだっけ。だソードはソードでしょ。そうだよ。だヒントもらえる。ヒントだよね。確かにね。あれ多分2万たまに思うんだけどさこういう昔の初代ゼルダってさ、うん、もう発売されてもかなり経ってるじゃない、うん、でさ今のさその若い子たちがさ、うん、そんなことない人もいると思うんだけど、まあいるね、今そういう子たちが遊ぶとどういうふうに思うんだろうねまあ出たりとかしてるもんね、そういうできるのあるよねやっぱ変わんないんじゃないその僕らもその時にそう感じたんだったら多分大体そういう感じなんじゃないか例えばグラフィック的にさ今と比べてやっぱちょっと昔の劣るじゃない古いなっていうのはまだね古いなでも音楽とかだったらさ昔の聞くとさ、まあ、いいのはいい、うん、いいなと思うしその領域だときっと思うけどね不思議なもんだけどそうだね、うんそうだね、古いジャズとかでも未だに聴いて未だに新しい発見はあったりするみたいなことがでも、うん、でもゲームはどうなんだろうでもさ例えばでも音楽はな最低限そのモノラルがステレオになってとか、うん、60年代とかで、うん、そこら辺は多分なんかその高校の時とかさ、うん、多分年代違うけど、うん、ちょっとは違うけど、うんバンドやろうぜってことになって、うん、したら結局なんだかんだブルーハーツで入るんだけど、うん、とりあえずラモンズは聴くとか、うんうんうん、セックスピストルズは聴くとか、うん、戻るよね、うん、そういう感じにはなると思うよゼルダだからスーファミンとこまで戻って、うん、そういう特徴でしょ戻る人もいるんだろうね、うん、スーファミンまでしか戻らない人もいるし、うん、そうだねファミコンまで戻る人もいるし、ね、全く戻んなくていい人もいるんだよね、うんうんだから周りに僕らみたいなこういういとこの兄ちゃんとかさ、うん、いるとそう、ね、また変わってくると思うもんねそれはある、うん、そうだね、うん、そうかでもなんか遡って確かにさ、うん、ビストルズ聞いたりとか、うん、ラモンズ聞いたりとかしてさ、うん、あの音フリーけどでもやっぱかっこいいみたいな、まあ、なんかその聞き方はやっぱりタイムリーじゃないだけに、うん逆に楽しめたりとかする、ね、ラモンズ最初あのコード見た時あこれなら俺弾けると思ったからね、うん、パンクってやっぱそれが重要だった重要だからね、そうだね
で僕らはほらラップで初めて黒人音楽とかに入ってさ、うん、そラップで使われてる音楽っていうのは、うん、昔のソウルだったりとかして、うん、70年代のやつとかで、うん、で遡ってそのネタだかラップのネタだから聞き出して、うん、ただやっぱ JB とかすげえかっこいいじゃんとか言って、うん、聞き出したりするんだけど、うん、そういうことはあるかもね。あるだろうね。その例えばこうプロデューサーとかディレクターで、うん、あ宮本さんこれ絡んでるってすげえんじゃねみたいので、うん、なんかやるっていうのはあるだろうね。すごい真面目な話になったね、うんうんうん、でものすごく気持ち悪いこれ俺は好きなんだけどね。気持ち悪いよね。 お腹がね。いやね、いいんだけど、うん、一切女の子は買わないよねこれはそのそこだよね問題は。まあね、本当に大好きなんだけど、うん、女の子はもういい気持ち悪いって終わりだよね。まあまあまあ、まあ、たまにでもほらマニアックなさ女の子もいたりするじゃない。またそれがさ、うん、狭いねなんていうのかな、うん、それに詳しいのはね、うん、あの大津賢治が書いた、うん、グミチョコレートパインっていう小説があるんだけど、はいはい、それすげえ名作で、うん、大津賢治は高校生時代とかの頃のことのイメージで、うん、まあちょっとフィクションも入ってたんだけど、冒険とかやっぱりさすごいサブカル大好きでさ、うんはいはいはい、マニアックのオタクで、うん、映画の古いのが好きで、うん、見てて、ヒゲはでそういうのが好きなちょっと可愛い女の子みたいな、うん、そういう子って、まあ、いるっていう、まあ、幻想っていうかさなんかあるじゃんでそのことがずっと出てくるんだけど、それにこう振り回されて裏切られたりとかめちゃくちゃ面白いんだけど、その幻想なんですよいないんですよそんな子。幻想かいないんですよ。そう、変わり者なんですよ。なんだろう、でも結構なんかゲームショーとか例えばファミツのなんかのイベントとかやると結構可愛い女の子、あ可愛いなとか、あこんな綺麗な人がっていうのがたまに見かけるんだけど、うん、幻想なのか。まあだからあれは幻想だ、いるんだよ、いるんだよ実際にそういう子が、うん、いるんだけど、それはまあなんか霞みたいなみんな1000人ぐらいが一人を見てるんですよ、ね、なるほどね。そういうことだと思うんだよね、うん、なんかだからね、僕ら文化系にとって、うん、その子っているんだけど、あれは追っかけちゃいけない夢なるほどね夢だよ。そうなんですよ。今いろいろ考えて相談して、まだゲームやる前にちょっと思いついた。だけど大人なことはないって。じゃあ、せーの、これピンマメー、これ髪が上がったんだよね。これ勘で当てたんだっけ。勘、ほぼ勘、うん、確かって感じ。確か、うん、何体目ってことはあるのよ。そうそう、これ10だっけ、うん、結構むずいぞ。だからいや下手に20とか手出さない方がいいよ。10でいこうか。ここで気づくんだよね、うん、もういい加減気づけよって話だよね問題きます。またしおりだよ、しおりもう出たね、もうここで出たね、このそう、この面白かった。このね、本当に、うん、あの、いろいろ発見があったね。発見があった、これね、すごくあった。